にちは、Pです。ホライゾンゼロドーン。でね、ここ、前回に話す順番も、違うと、ディルバールと話すっていうのはもうなくなっちゃうんですけど、普通にここにいました。牢屋の中にね。別に大したこと言ってないんですね。ほらね、なんか言ってみろ。なんかまあ、7、8パターンなんか言うことはあるっぽいけど、あんまり大したこと言ってないんです。ね、打ちたいんだけど打てないんですね。はい。あ、刺さってはいないじゃん、ギリギリ。はい。じゃあいいですよ。で、想像の下ね、メインクエストの方に行きます。ちょっと待って、でもアイテムさ、なくない？スキル、ちょっと待って、スキルさ、これとりあえず、どうしようかな。これも振りたいんだよね。これ。確率が上がるか。悩ましいね。まあ、これとりあえず行こうか。30% からね。見ては行きます。あと、3は考える。どこ行くと。これもまだ倒しないんだよね、これ。プレイか。倒せるのかわからない。レベル30、24か。じゃあ、ここかな。はい。あ、待って、まだ回復薬とかないよ、きっと。大丈夫。大丈夫じゃないよね。そっか、これ。レミチ、ナサンはここへ来るはずだったんだな。ちょっと待って、ちょっと待ってないよ、ほら。やばいよね。作れるのかな、作れるな。これはもう作れない。もう作れない。これは作れない。わあ。やばいね。これなんだっけ？ああ、これ戦う弓か。あ、違うな。長い弓でしょ？狩人は少しあるけど。オーリンは古代の装置で私に似た女性。少しね、素材集めるの大変だよね。私の母親なら。もないよ、ほら。なんでその痕跡がこんな場所にあるんだ。ノラの力。戦闘あったらやばいね。彼女は一体誰なんだ？彼女の名はエリザベト・ソベック。お前、またフォーカスで偵察か。あ、エリザベット。まあ、エリザベスだっけ、エリザベット。名前が初めて出てきたのか。私が知らないこともあるかもな。だが用心しろ。創造主の落日にはエクリプスがいる。遺跡の外に役に立ちそうな装備を置いておいた。場所はフォーカスで探すといい。どこに奇跡の器、古い器、アンテージ、これのこと。一体あいつは何者なんだ。エリザベト・ソベックと言ったが、おかしな名前だ。バレてるよねバレてるよね。まあ、2匹来るか、1匹か。ん？来た。来ちゃったね。はい、放ってきました。あ、セーブポイントがある。どこ？白いのなんでしょう。これが何か置いといたアイテムかな。なんだ、わからない。
何これ。ああこれよくわからないよくわからないけど使うとこだね。うーん、やめて、今戦わないよ。割れた、割れてるっぽいね。ここまず行くんだよ。マンクシもあんまり分かりにくいよね。色悪いのかな。コーヒーカップみたいな。すごく少ないよね。まあ200いくつ持ってたのに。え、どこ？あれ？通り過ぎてるぞ。どこ？え？最低。え、どこだったの？中？嘘？中なのか？え、じゃあ戦うの？中だよね、どう見ても。この中だよ。あ、いや、こっちはこれだよね。じゃあ、ここは違うのか？でも、なんかほとんど戦う場所じゃん、ここ。え、マジか。結局戦えと？かなり数がいるんだよね。ああ、どうせ置いといてくれるんだったらさ、もうちょっとね。あ、こっちのせいか。ん？あれもう作れない。マジで。一発だ。一回で十分なの。あれ？違う、一発じゃない。一発か。やっぱり。マジか。またこんなだな。やめろ。あ、なんでこんな逃げるの。なんだバレバレだよ。届かない。お前マジか。なんなの。誰か。手加減すんな。なんか軽いバレしてやる。他にやることないのか。まあ、でもな。ほんと金くれるかしなくなっちゃうね。何かが悪い。あ、そっか。耐性しか積んでないから弱いのかな、防具。いや、でも最強防具なんですけどね。いや。でもさ、カリウドでしょ。これはいらないって言ってた。これもだね。あと、これ、あ、これは二つはありだけど、これはいらないって感じみたいね。あ、これ、取るべきって言ってたなぁ。でも、ちょっとこっち欲しい気もするんだけど。これもいらないみたい。だからもう、これほど取るのないんだよ。ここはもういらないって言ってた。
この3つはね、この2つがいるっぽいな。うん、槍の攻撃で V 破壊でもあんまり優先度は低く、あ、もうこれ取ってるじゃん。ん、え、取ってるよね、これね、取ってるのか。じゃあこっちでいいのかな、こっちかな。これがね、こっちに行こう。またなくなっちゃった。はい、どこ、え、ここだバカだ。どこにいる、ここだバカだって言って、え、何から今何のスキル言ってたっけ。んこれこれ何のスキル、動物から機械のレンズ心臓獲得。資源や改造アイテムの通常価値の半分の支払い。なんだ、大したことないな。あ、人間は関係なさそう。え、なにこれ、人間は、あ、ちょっと待って、なんかあれいいの出ちゃうんじゃないの、これどう、いいの出ちゃうんじゃないの。え、なにこれ、ん、あれ、ちょっと待って。つまり外しちゃっていいの、え、マジか。ちょっと何か出たよね、今ね、アイテム。これ。これだっけ、一番な。これか。ん、これ何に使うんだろう。よくわからない。わかる。わかんない。取れないな。お、いっぱい死んでるぞ。あの、この汁の時点で大したないよね。諦めないですか。何、え、倒しないから。え、玉切れとか言ってる。ヘッドショット、え、すごいいっぱいいるんですけど、全部、やべ、接近中やばい。やばいって。危ないって、接近せよ、絶対ダメージ。うわ、やめて。あ、見て、すごいダメージなんだけど。マジか。もう。もうやだよ。見て、こんなに体力取られちゃう。気づかないでさ。まあ、行こうか。待って、何かない？ここにさ、あれがあったんじゃないの？あれ？あ、さっきです。そっか。ああ、なんだ、これ、これ、これ、この古い器のマークなんだ。え、これ、いる？これ、いるの？ここ行く？いる、一応。どこだっけ、どこ、え、これか、遠いな。うち倒そうっていいもん。ん？これまだ発見になってないの？焚き火。あ、なってないのか。え、なんで？あ、いいか。え、こっちじゃない気がする。反対だ。あ、さっきここで紫のがあったじゃない。これだったんだね。そのマークだったんだね。ちょっとあれは。ん？え？なんだ、体力削った割には大したもんじゃなかったよ。まあいいのかな、うん、先にいそう。ん、ちょっとマークいらないな、じゃあ。ほんか、あ、違うな、これか。え、なんだ、その手前にもあるね。なんか、乗ればよかったのかなぁ。あ、そうだよ。乗り物に乗ると、乗りながら何かを取るっていうスキルがまた別で必要なんじゃなかったかな。
だからね、乗り物に乗ってるね、この、荷もそうなんですけど、私の場合、素材が手に入らない。それは困るかも。そうじゃなくて、だって、もう、矢の弾のところが、ゼロみたいな、状態の場合に、誰やなと。あ、商人か、でも商人にほら、シールドもないから、買えないよ。何かな、これ機械。機械だな。戦わないとシールドも止まらないよね。チャートか。どうするか、何これ。なんて書いてある16分。防備を回収する。これか。あれなんだこれ。これのこと？もしかして。装備置いといてよって、あれ？青とかやめてね、そしたら。せめて紫。先のわけないよね。てか、レベル25だよ、もう。いつの間にか。装備を回収する2って書いてある。私を探してる。もうこれか。あ、でも紫や。いまいちじゃん、40% もないじゃん、これ。悪くない装備だ。え？ありがたく使うか。そう。なぜこんなことを。え、何これ。あ、ま、クエストが出たよ。え、何のクエスト？え、どれ？見つけてほしいからだ。良い狩りを。39% だよ。待て！あまりしょうがない。くそ。あら、取りづらい。あ。あ、なんだよ。勇気だ。え？2位だね、本当に。ここはこれ以上暖かくはならないな。ああいうのってランダムだから、もしかしたら、これそういうこと？こうやってから、何回も取り直せばいいのが出た可能性もあるかな？今なんと、まあ、いいか。あ、なんかあれ、汚れじゃん。やばいよ、汚れはやばいよ。強いもん。もう調べても体力ないのに。え、すごい遠回り。え、あ、いいのか。え、なんだろう、ここ。駅？マンション？なんだろう、ここ。目を覚ましたか。え、誰あなた。うわ、敵だよ。待って、ここ、すっごいじゃん。見張り役か。うわ、マジ、ここには、毛刈りがついてきてるし。協力してる。仲良し、小良しか。やばいって。マジか、なんだよ。いや、待って。あれは厄介だ。ちょっと怖いじゃん。もう何ここ、無理無理。ちょっと待って、戦略考えようよ。ちょっと無理だわこれ。ねえ、大変なことに。マジか。え、どこ遺跡に向かうんだよね。ここに向かうんだから、これ関係ないのか、もしかしたら。うわ、マジで。てか、強すぎじゃない？なんでこんなに強いね、みんな。いや、敵多いだけか。うわ。で、ほら。え、レベルね。あの、あと、館のね、武器、あの、手に入れたくて少しね、やって、まあ、一箇所だけはクリアできたんだけど、あの、他のところもね、ちょっと、その、こう、
他の人の動画見て参考にしてね、やってたんだけど。気づいたらね、その人レベル40になるっつってよ。なんとかなった。そういうコンテンツなのかな、わからないけどね。まあ、その人は、レベル47でした。あ、ここ入れないの。まあ、待って、もう待って、これ。びっくりしちゃったよ。これ出れる。あ、出れるね。私22、3だったと思う。あ、ちょっと逆だね、これ。その人、あ、ちょっと、え、これいける？これいけなくない？ここ入れないって言われてる。でね、すごくね、簡単そうにね、クリアしてるから。ああ、できるのかなと思って、一箇所だけはね、確かに、まあまあな感じでできたんだけど。そのレベル47見てね、ちょっとこれまだ無理なんじゃないかなと思って、やめました。またね、もう少しレベル上がったら、やろうかな。まあ、最強武器だからね。しかもね、2周目になれば、なんか違うのが手に入るんだよね。スロットがもう一個。増えてるやつかな？え、これでいいのかな？うん、これでいけるかな？まあでも、館のも欲しいよね。何がいる？何かいるね、ここに。え、ここも敵がいるの？よし、あ、戻った。汚れだよ。あ、でもすごいよ。汚れをサイレントスキルできたよ。へぇ。やっぱり 30% になってるから、うわ、ちょっと待って。何これ？あっちに行った。なんで？もう出ないでいいんだよ。マジか、嘘。うわ。え、これいけるのかな？きついわ。もう見て、体力ない、体力ないです、体力ないです。やめてって。体力、ちょっと待って、方向合ってるかな？左出れないよね。あ、出れるかな？追いかけてくるよ。あ、こっち行けないかな？いけるか？これ出ないのか、うん、いいわ、どうなのこれ、いけないのこれ。あー、無理そうだね。もう大丈夫な、無理そうだわ、無理だ。いけるよね、ほら、普通はね、これいけないんだよ。これはシステム的にいけないんだね。ということは、この辺出れるのか？出れるかな？まあ、出れるね。ここか。見て。もう体力はないよ。やめて。あ、また紫あるよ。うん？よくわかんないな。迷うね。あー、やばいよ、俺も振動してる。ない、あー、作れた。推奨低いけどさ、戦えないでしょ。武器の準備はできた。お前たち行くぞ。素早く行動しろ。ぐずぐずするなよ。え、カルト、え、これ倒すの？
あれがオーリンの言っていたデスブリンガーだな。想像通り、あの塔の中に入るにはまずあいつを破壊しないとか。え、待って、このタイムで誰？これ倒すのかなり簡単だって書いてあるな。ん？トリップショットで、そうなの。一息つこ。痛むな。うわ、でこんなに人いるじゃん。これどこ楽勝なの。どうしよう。ちょっと待って、待って待って。ここあるわ。これしかいない。で、ハイライト、どれだよ、弱点。何のとえ、あれが弱点ボイル。何だろう。これだっけ。これか。これ80。80だな。これ3、え ?113。これの方がいいな。トリプルショットで。すごいな、ダメージ。やってみ、蒸気が吹き出てる。ん？あれが弱点なのか。やばいって。これどうにかならない。これバレちゃって。上から上から。上に行けないのかな。行けないな。もうちょっとだったよね今ね。マジで。待って待って、どこから撃ってんの。なんでどこから撃って。あそこ死んだ。やったね。ここにいるな、何かが。あ、これファイヤーだね。あ、ファイヤー何かあるな。抜けたんぞ、こいつ。死ぬ。めちゃめちゃ。あそこにもいるね、な。よし。あれ、それほど難しくないのか。まだ鍵回ってる。また来た？あ、この人もだね。で、どれだっけ？これか？よし、これで。え、待って。あれ？よし。すごいダメージだね、300だよ。待って、これは何？弱点は、あれ？弱点ないの？なんでよし、表示ないんだ。まあ、いいか。強いね。え、倒したの？まだか？ん？溶けた雪でびしょ濡れだ。あ、回復や。え、いないよね。でもなんで消えてないんだろう。これか。気がない。うん？飲むか。
あ、見て見て、紫だ。お？あ、炎だって。ちょっと待って、炎か。買いづらいよね。緑はいらないよね、多分ね。え、何？この40本以上はいいみたいだね。で、炎ってさ、あ、そっか、あれ？炎は、狩人だよね、狩人。うん、あ、でも入れちゃってるんだよ、私。火災がすごい。そうだ。じゃあまだ入れられないかな。火災バージョンとね、炎バージョンがあった方がいいみたいなこと書いてあったね。え、まだ倒せてないの？え、なになに？何が起きてる？バグ？どういうことこれ。調べるとこあるの？え、マジか。え、どういうこと？え、なんだろう。あ、武器コイルか。ん？え、なに？なにこれ？バグ？待ってよ。倒したじゃん。なんだなんだ、あ、まだいるってこと？マジか。ん？あ、まだいるの？見て見て、みんなの二人だよ。やった。いや、強烈だな。マジかよ。よし。あのリーダーはフォーカスを持ってた。中身を見るか。うん。それじゃ見せてもらおうか。これは、なんだ。やつが生きている。許されぬ。許されぬ。許されぬ。今のは何なんだ。ハデス。おい、な、そこにいるあんた、今の見たか？返事はなしか。まあいい。どんどん気味悪く、なんとかして塔に入らないと。ID をスキャンします。またこれか。これまあ生まれたとこでもあるけど、2でも結構出るよね。だんだんね、顔つきがね、2の顔つきになってきてる。遺伝子データ認証完了。ソメック博士っていう。ようこそソメック博士、中へお入りください。だいぶ確信に迫ってない、これって一番。ソメック博士です。監視との会議が355,500増加前に行われる予定でした。35階にお進みください。ちょっと待て、今35万日と言ったか。何百年も前だ。どうなってる。
デスブリンガーか。それかその像ってところだな。人殺しの機械か。崇めていた。アロー、この場所は何だ。ここで何を。企業というものだ。部族とはまた違う集団、機械を作っていた。ああ、それでフォーカスにデータファイルをアップロードした。それを見ればわかる。空気が、自然のものが何もないのか。また崩れてる。でも通れそうだ。ここは登れそうだ。え、どこですか。あれか。なにこれ。これか。え、待って。金付きも取ったよね。え、どうに行くの。もういっぱい。あれ落ちちゃったからなあ。え、どうに上がれる。上がれない。いいのか上がらない。これを足場にすれば上に戻れそう。え、これを足場にすれば上がれそう。どうにゃ。なんか。え、待って、どこに足場になるやろ。なんか。そうじゃなくて、これだ。あんちゃんにしてもズームにしても結構ね、これって分かるようになって色が変わってるんだよね。不自然なぐらいね。それがやった。このゲームはね、本当に分からない。なんだろう、どこ、これでいいのか。上があるみたいだ。3階だが。何にもだって、これ色が変わってないよね。まだまだ上に行けそう。凍った鉄ばかりだな。まったく手のかかる博士だな。植物があそこに絡まっているならきっとつかめる。うわ、かっこよかったね、今ね。え、こっち？何これ？え？落ちたよ。え、なんだろう？え、これでいけるところ？
そうかもね。なんか丸ついてるよ。ハーツティモールエネルギー連合のロボットと人間に対してロボットが不正な攻撃を仕掛けてきたことが危機のそもそもの発端だ。危機という表現が大げさであってほしいけれども、これは事実だ。平和維持機は休戦コードに応答しない。それにどうやら彼らは急激な勢いで複製している。だが約束する、これだけは間違いない。私は考えつくありとあらゆる資源を可能な限り使って迅速な解決を目指している。我々への誹謗中傷がこれから数日数週間続くだろう。でも時期に収まると信じるんだ。そして問題が解決する日を。平和維持機、機械をそう呼んでいたのか。戦のために作ったのに平和とはな。雪の寒さでうずく。こっちにも行けそうだけど行けないのか。どっちだろう、これかもね。なんか高くなってきて怖い。マジか。もう持てない。ほらほら、お金に換えてるよね、あれね、きっと。違うとか。程度わかんなかった。これ向こうに行けるのか。どうに？これって向こう側だよね。で、どうに行くの？どれ？待って、これ、はしごに降りる、これか。ああ、なるほど。何買ってるっけ、これか。しぶといな、でも慣れてる。なんかいっぱいだね、これ。登れるか。
手をかけるところがいくつかあれば。よし、着いた。ここに何が。全データをデバイスから消去しました。アルファ特権を使用してデータを回復しました。そうだな、お願いするよ。回復を復元しました。エリザベト、よく来た。久しぶりだな。弁護団が見当たらないけど。何言ってる。18件の訴訟は全て取り下げておいたよ。データで確認できるだろう。ふん、でも何か裏がありそうね。いやいや、ランチでも注文してゆっくり話そうじゃないか。邪魔はいいわ。失敗をしでかしたから私の力が必要で訴訟を取り下げたの。白状しなさい。それがチャリオットラインに誤作動が出た。殺人ロボットに。平和意識。そう、それさ。シャットダウンすれば。それができるならとっくにしてる。応答しないんだ。スワームが制御できなくなったってこと。もっとひどいよ。じゃあデータを見せて。あとランチは食べる。一人。テッド・ファロがエリザベト・ソベックをここに。でも嫌い合ってる。次の回路を復元しました。これは誤作動じゃない。これは大惨事よ。まったく、まずいな。まずい。落ち着けです。まずいなんてものじゃないわ。絶望的よ。殺人ロボットの大群を作った。平和意識と言ってる。しかも生物資源を燃料にする。それは緊急時のみだ。それに加えて自己複製を可能にした。自己複製は限定的なもので制御されてる。もう違うでしょう。誤作動で指揮系統が崩壊して、これはもうスワーム自身の意思でしか動かない。何、そんなこと。自分以外は全て餌。この複製スピードじゃものの15ヶ月で地球が丸裸にされるわよ。これはもう文明の崩壊なんてものじゃない。絶滅の危機よ。分かったよ、リーズ。じゃあ今の段階で食い止める方法は。食い止められない。もう無理よ。そういう意味じゃなくて。ああ、真実がバレるのってこと。リーズ、言う通りにするよ。作業を続けて君が進めることは何でもする。その言葉忘れないでよ。ファロの機械が全生命を脅かした。でもどうにか博士が倒したのか。世界は崩壊したけど生命は残った。私たちのように。最後のファイルを復元しました。プロジェクトゼロドーン、頼むよ。他に方法があるだろう。あなたの失態をチャラにできるならとっくに提案してる。だがこんな正気か。助けを求めてまさか事態を悪化させる方法が出てくるなんてな。それは違うわ。恐ろしいけどもうこれしか手はないの。早くサインをしなさい。サインだとするわけないだろう。するのよ。何？リース、こんな俺でも両親は残ってる。できない。テッド、決心なさい。分かってる。私は今飛行機で米国ロボット司令部に向かっているところ。15分後にヘレス将軍と参謀本部で面会する。なんだって。おい、正気か。話す内容はあなた次第よ。サインすれば世界最大の企業が私の設計したゼロドーンのための資金を保証すると彼らに伝えてあげる。サインしないなら地球上にいる全人類がこの誤作動の本当の原因を知ることになるわ。やめろよ、リズ。何も脅さなくてもサインする。
ブに考えて。これから先はあなたが得意なことをするだけ。人に手を汚させてお金だけ払うの。神をお許しを。そんなに恐ろしい計画とは一体何だ。どうやって機械を止めた。管理者のアクセスを検知。特急リフトを開放。意味がわからない。大昔に生きていたソベックが母親のわけがない。こんなに調べても何もわからないままだ。せっかく事実を知ったというのにどうした。わがままな子供のようだな。減らず口を叩くなら面と向かって言ってみろ。お望み通りに。お前は自分のその発見にどれだけの価値があるのか本当にわからないのか。お前にはがっかりしたよ。幽霊じゃなかったか。名前もあるのか。この状況で聞きたい質問が私の名前だというのか。何十年もの間古の者たちの謎を解明するために遺跡を調べてきた。ファロの機械が文明を破壊した時長きにわたり考えていたが確かめられずにいた。だがお前は一瞬で私が明かした以上の発見をした。なのに聞きたいのは私の名前だと。サイレンス、それが名だ。さあ他の質問をしたらどうなんだ。もっと知的なこと。賢いと言うならなぜ人生をかけて探し回ってもそれしか謎を解けていないんだ。才能がないのは私のせいじゃない。私が遺跡でエリザベト・ソベックを探すのは何世紀も前に起こったことのためじゃない。みんなが私を殺そうとしてるからだ。今もお前のたわごとに付き合っている暇はない。これはめでたいな。ただだだをこねる赤ん坊からは成長できたようだ。きっとエリザベトも喜ぶだろう。落ち着いてその頭でしっかり考えてみることだ。そうすれば問題全体を理解することができるはず。一体何のことを言っているんだ。お前の謎は個人的なもの、大いなる謎の一部に過ぎない。共通点はエリザベト・ソベックとの関係だけだ。でも関係とは何なんだ。何世紀も前の人が母親なわけがない。それはまだわからんな。答えを知るためには諦めずに進み続けることだ。お前のおかげでファロの機械が地球上の生命を危機にさらした事実を知れた。でも免れた。古の文明は崩壊したが生命は救われた。その通り。ではエリザベトは何をした。全てが失われる前にどうやって機械を止めたのだ。プロジェクトゼロドーンとは。まさにそれが核心。さて答えを見つける覚悟はあるか。もちろんある。ではなぜ突っ立っている。ちょっと待てサイレンス、説明することがあるだろう。十分話したはずだ。まだ聞きたいことがあるならさっさと言え。時間を無駄にするな。私のフォーカスを覗き見ていたな。どうやったんだ。フォーカスが発するのは信号、声だ。他のフォーカスにだけ伝わる。その声をつなげる方法を知っている。遠く離れた場所でも互いに連絡が取れる方法をな。それをどうやって知った。研究と実験を何年も重ねた。機械をオーバーライドするのと基本は同じだ。フォーカスをオーバーライドする。他のエクリプスのフォーカスも探れるんだな。大抵はな。ただ奴らの通信をオーバーライドするのは難しい。話はもう十分だ。さあ早く行け。いいや、そうは行くものか。お前はこのフォーカスを利用するだ。これを外したらお前は失うんだ。私の目も耳も。仕方がない。エリザベト・ソベックが今も生き続けている可能性はない。まずないだろう。
だが不可能ではない。私が発見したデータの中には延命技術に関する情報もあった。医薬品というものだ。古の薬だな。人間を冷凍し解凍する方法も研究されていた。人間を冷凍？低温学というものだ。エリザベタの技術的見識を鑑みれば不死を得る方法を実現できた可能、推測に過ぎない。お前は何者？本当に私のことを聞くとは。自分の部族から離れ一人で旅を続ける流浪人だ。禁じられた地で失われた知識を求めている。さっき、なぜエクリプスについて詳しい？私がたまたま物知りだというだけだ。私は単独で行動を。私が知る限りではエクリプスは従っているだけ。わからん。エクリプスは外で私に話しかけてきて、 あれは人間でも機械。これだけは確かだ。お前のエリザベトと関係。ハデスはエクリプスを使いファロの機械を蘇らせる。でも私が発見した古いデータに障壁が開発中だったという情報があった。機械を食い止めるために文明は崩壊せざるを得なかったのだろう。ファロの戦闘機械が古の文明を崩壊させたことは知っていたのか？証拠がそう示していた。だが今までは危機の度合いを把握していなかった。機械が有機物を燃料に変換でき、ホルス級が機械を複製することなどな。まるで動く機械炉だ。だが今はまだな。無傷の奴らに遭遇したことはないだろう。完全体であれば可能なのかもしれない。米国ロボ、その場所は今もある。遺跡だ。弔いの穴とオセラム族は呼ぶ。弔いの穴、いい名前。BOR7 ホルスと呼ばれていたらしいな。着いたら連絡をしよう。待ちきれないな。顔を合わせる時までにその態度は改善しておけよ。改善しておけよ。登るよりは下がる方が少し早いはず。次は米国ロボット司令部ゼロドーンの秘密を調べる。え、どこ？これか。え、どこいるの？え？ 12 階だって。え？うわ。12階降りる？うわ、すごい。3000何メートルって書いてあるけど。あ、でもまだ8階だよ。え、ちょっとね。これか。だいぶ時間経っちゃった。降りれるかな。これか。はい、失敗した。三角を押すの忘れた。はい。じゃあね、今回ね、ここまでにします。はい、じゃあ次回にまただいぶ進んでいくよね、きっとね。はい、じゃあまたです。バイバイ。